どう？こと、私たちの祭りに期待していた人たちが、本当？とにかく、祭りの、私も空き時間がもっとあったらいいの。また会ったな、旅人。怪盗祭というこの仮説に、お前のような多忙な旅人とリュウエコーで会えるとは、実に稀有なことだ。見ての通り、町を散策し、近頃の往生堂は、同志は時折、ゆ、祭りの時は、講談師、その多くは、伝説、どうやらお前も、ここの子、月日が経てば、人、怪盗祭も同じだ。古き時代のリーウェには戦が多く、人々、時代が落ち着いた今、出航した、時間、旅人。予定という言葉は、だが、お前にそう言われてみる。今日は三杯酔いで茶を飲んだ。リーウェ人として。リーユエコーの夜は、はじめは、このような景色にかなり違和感があった。だが、人々はこれこそが怪盗祭だという。皆明るい場所が好きであるがゆえに、怪盗祭の話になる。真似してみよう。主はずっとここにいるの。そうか。こうして主と会えて、とても嬉しい。怪盗祭がこのまま。Thank you.